皆さん、こんにちは。行政書士の宗岡と申します。これから始める行政書士実務スタートアップ講座というタイトルでですね、本年実施します2018行政書士実務スタートアップ講座のご案内をさせていただきます。皆さんはですね、行政書士の実務を始めるにあたって、もう知識バッチリだよっていう方ってそんなに多くはないと私は感じております。民法や行政法、商法、会社法ですね、本当に試験の中でも非常に難しくなって、皆さんたくさんの知識をお持ちだと思うんですけれども、じゃあ実際その知識が実務でどのように使われるのかっていうのはですね、まだまだ不安なところも多いかと思います。そこでなんですけれども、行政書士実務スタートアップ講座はですね、スタートアップというところの名前を取っている通りなんですけれども、一番最初です。もうパソコンを使い始める一番最初の段階のようなですね、本当に実務を始める、もう0から1の一歩目をですね、勉強していきたいと考えております。講座の概要としましてはですね、基礎編、遺言編、相続編、そして許認可概論編の全4回に、分けております。それぞれをですね、2.5時間ずつ勉強しまして、合計10時間で、スタートアップしようと、そんな講座になっております。基礎編の方ではですね、書類ですね、いわゆる公的書類と言われるものをですね、読み方であったりとか取り方、あと費用はどれくらいかかるのかといった、そんな話をさせていただきます。で、遺言編と相続編ではですね、それぞれですね、もう遺言を書きたいっていう方がご依頼された際、またはですね、遺産分割協議書を作りたいっていうご依頼をされた際ですね、もうゼロから終わりまで、こういった手続きの流れで進んでいくんだよということをですね、きっちりとお話をさせていただきたいと思います。私がですね、実際携わった遺言書のですね、そういったサンプルであるとか、遺産分割協議書はこういうふうに作りましたっていうのをですね、皆さんにお見せしたいと思います。そして4回目の許認可概論編ではですね、許認可に関しまして、建設業と宅建業、いわゆる建宅なんて言われるんですけれども、行政書士のですね、許認可を代表する、2つをですね、ピックアップしまして、実際、依頼者の方とどういうやり取りで進んでいくのか、そして申請の際というのはですね、どういったところに申請するのか、証明書こういうこと必要だよとか、許可の要件、免許の要件というのはこういうふうになってますというようなですね、そんな概論をお話しさせていただければと思います。許認可はですね、実際行政法の勉強だけではですね、手続きというのはまだまだわからないこと多いと思いますので、少なくともですね、全4回を受講されたら、勉強した内容に関しまして、いきなり依頼の電話がかかってきても、最初のファーストコンタクトから最初の打ち合わせの対応はできるように、最低限そこまではできるようにというのを仕上げたいと思っております。そしてプラスアルファのですね、スクーリングオプションの方では、宅建業の免許の申請をですね、基本としまして、こちらの書類をですね、実際皆さんに書いていただこうかなと思っております。そして書くことを通じてですね、書類を書く際はここを気をつけなければならないといった、そんな話もですね、させていただきたいと思います。1回から4回まではですね、収録で皆様ですね、全国でご受講いただけると思うんですが、スクリーンオプションはですね、3月に新宿エルダー本校で、そして5月に渋谷駅前本校で実施をする予定となっておりますので、なかなか遠い遠方の方はですね、ご参加難しいかもしれませんが、手を動かすことによってですね、また得られるものもあると思いますので、ご受講ですね、ご検討いただければと思います。皆様がですね、行政書士の実務を始めるにあたってもう一番ですね、難しいとされる一番最初の対応の部分っていうところをクリアすることをですね、目標としておりますので、これから実務始めるけど不安だよという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひご受講いただければと思います。それではですね、皆様のご受講お待ちしております。よろしくお願いいたします。